本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日は硬いな。すみません。もうじゃあ柔らかく言ってくれないと。リラックスして。はい。よろしくお願いします。はい。今日は、YouTube から質問が来てまして、はい、いつも貴重な動画をありがとうございます。今、大学生で事業を起こしており、価値提供する際にこの価格設定で相手は価値を感じてくれているのか、罪悪感を抱えています。うん。ケイタさんも当時ビジネスを始めた際、そのような罪悪感は抱えていたのでしょうか。もし抱えていた場合、どのように改善されたかお聞きしたいです。という質問が来ています。20歳の質問にしては深いな。深いですね、めちゃめちゃ深いな。価値観やんこれって、はい、うん、じゃあ例えば、俺が一人1万円の料理を食べたとして、これ安いなって感じるのか、これ1万で高いやろって感じるのかってことやろ、はいはい、要は簡単に言うとな。だから何の事業を起こして何をこう提供してるかは分からへんけど、俺もやっぱいろんなものを提供してるわけやんか、はい、飲食店であったりだとか美容室であったりだとかエステであったりだとか、まあオンラインサロン、はい、もそうやな、一つのな、うん、っていう風に価値を提供してるわけやんか。それに対して俺はね、はい、俺の考えでは事業を起こした際もなんかこれ高いなって思われるのが嫌やな俺。あ、どっちかというとやっぱりいつも言ったように俺は人にありがとうを言ってもらってお金もらいたかったから、うん、はい、うん、無理やりこれ高いのにって思われてまで来てほしくない。まあすごい語弊のある言い方をすると、俺頭下げてビジネスするの嫌やねん。昔バーやってた時に、はい、雇われとかで働いてた時にバーって、はい、なんかシャンパンあげてもらったりだとか、はい、飲み物を俺いただきますとかをいただいたりしたら、うん、やっぱりなんていうのかな、まあ、うん、頭下げなあかんやん。そうですね。なんかこのシャンパン押してくださいとか、もちろんあれ感謝の気持ちはあるから、それはもちろん気持ちよく言ってたんやけど、なんかわかる、その人に頭下げてまでしてお金をもらいたくないっていう、なんか俺のポリシーみたいなのがあって、すごいそこは俺のまあエゴやと思うんだけど、あって、だから俺はそれが経営者になりたかった一つの夢でもあって、要は何が言いたいかっていうと、なんかサービスっていろいろあると思うんだけど、じゃあ携帯ってさ、例えばさ、はい、もう絶対あらないといけない生活から、はい、もうこれなかったら俺ら生活できへんやん。もう必需品です、ね、必需品やんか、はい、もう絶対に外せないやん。絶対大事です。家もそうやな、不動産も、はい、絶対にどっかで住まないといけない、うん、って思うやんか、はい、だからそういうものを俺はしたかったのよ。要は例えばそれを言うと、美容室であっても絶対人は髪を切らないといけないから。そうですね。そう、俺らがすいません髪を切りに来てくださいって営業するんじゃないやん。来たいと思ってくれる人が髪を切りに来てくれて、で綺麗にしてくれてありがとうございます、かっこよくしてくれてありがとうございますってお客様にも言っていただいて、で俺らも、今やった例えばコロナの時期でもこんな時期でも、むしろ選んで来ていただいてありがとうございます、このウィンウィンのありがとうを言えるビジネスしか俺やりたくなかったの、だからすごい正直言うと、俺分かりやすく言うとオンラインサロンやってるやん、はい、やってます。企業サロンやってるやん、やってます。企業サロンって月額3万円やん。そうです。な、入ってくれてるやん。入ってます。な、企業サロン3万円でもこれ、はい、これみんな安く感じてくれてると思うね、今な。思います、うん、思うやろ。思います、うん、みんなに安いって言われるね、うん、でもこれを高いって思う人もいるわけや。高いって思う人っていうのはこのサービスを受けてない人が言ってるだけ、うん、俺のサービスを受けてない、うん、だから外部から見て高いと思ってるかもしれないけど、実際入ってきてくれた人は、うん、ケイタさんこれ3万円でやりすぎですよって言われてるやん、はい、だから俺はこのオフラインサロンっていうものの金額設定は俺は自分で安いと思って設定した。要は、うん、まあ当時2年前の俺からしたら3万円ぐらいのサービスなら価値提供できるなっていうふうに思ったから、うんうん、まあ、実はまあ5万円から10万円ぐらいの価値セットはできるかなって思う自分はいたんやけど、一応ちょっとお気に入ったっていう念のため余裕を持って、そう、余裕を持って3万円やったらさすがになんか3万円分の人脈だったりだとか3万円ぐらいの知識だったとか3万円ぐらいの実際あの儲けさせていうか仕事を振ったりだとか、得させるっていうことは絶対自分にはできるなと思ってたから、うん、なんかそれぐらいのを設定にした。いや、自信があったっていう意味ですか。あ、そこには自信あった、うん、でもここで10万円20万円取る自信はなかった。あ、逆に言うと、はい、うん、だからまず3万円っていうのを始めて、うん、今言った入会金もかかるから、うん、あのちょっと初月は値段が上がってる、うんうん、っていうふうに。だから俺はどっちかというと値引きするタイプじゃないわ。どんどんアップセル方式。アップセールスというか上げていくな、価値を上げていく、うんうん、アップセールスっていうのはそこに対して3万円で来たものに対してこっちのプランありますっていうのがアップセールス。アップセールスじゃない、アップセールスじゃなくて価値を上げていく、これまた全然別で、うん、価値を上げていくってことはするから、レベルアップしたものに対してはそれ相応の価値をいただくっていう、それぐらいのお金もそれはいただきますよって、うんうんうん、いうのはもうだって会員だってめちゃめちゃいるし、ね、はい、入りたくても
審査通らないとかもうちはある状態や、うん、状況やから、うん、基本的に人の紹介とかで入ってきてくれるから、うん、ね、だからそれぐらいの価値を感じてくれてるから大切な人を紹介してくれてると思うから、うんうん、だから俺はどっちかというとそうやってその20歳の子がそういう悩みを抱えてるってすごい素晴らしいと思うんだけど、だったら自分の価値がそこまでいってないという罪悪感があるんだったら値段を落とした方がいいと思う、うん、で自分がもうこの価値はあるこれやったら安すぎるって思った時に上げたらいいと、うんうん、今の自分相応の価値で出した提供した方がいい。そうやな、だってさ全然美味しくないご飯をさいきなりさ1人5万円のさ、はい、コースにせえへんやん。まずはじゃあ5000円なんで食べてください、でも5000円なんでこれって、うん、言えば人ってあ、まあ、5000円ってこんなもんちゃうって、うん、5000円にしたら美味しいんちゃうって言ってくれるやん、うん、はい、でもいきなり5万円出したら、まあ、これ5万円やりすぎやろってなるやん。まあだから何最終的に言うとあのやっぱり自分のことを理解した上で値段設定も決めないと、うん、失敗するよね。うん、うん、自分が自信を持って価値提供できる金額が自分が思っている価値とお客さんが思っている価値と、値段っていうのは必ず合わせていかないと、失敗するっていうか、うん、価値がなくなるそもそも。あ、うん、でもさ一コース10万円の料理でも、はい、これ値打ちあるわってよく聞いたことあるやんか、みんな値打ちあるわこれ10万出してよかったわって思えるものを作れれば、うん、10万円でもいいし何なら値上げしてもいいと思う、うんうん、だからそういった風にやっぱりお客様の声、自分の感覚、それと、値段設定っていうのはしっかりとこの見つめ直していかないと、うんうん、途中で別に変えてもいいと思うから、うんうん、それはしっかりやっていかないといけないかなと思う。だから俺だってさニコニコ動画さ550円でさ辻さんあれ安すぎますよって言われてちょっとお気に行きすぎたなと思って、うん、しかも初月無料やろ。そうです、うん、だからまあ辻さんあれ10倍ぐらい取っていけますよみたいな、月5500円ぐらい取ってもいい話してますよってよく言っていただくねんけど、まあでもそうなったらまたじゃあ今の会員さんはそのままなんで次からはじゃ あ、うん、じゃあ何ヶ月後かは上げたらいいや値段を、うん、そういう風な感じだと思う俺は。なるほど、うん、そういう声を聞いていくと上げようか、でも逆に、うん、いや辻さん高いでって言われたらまあ落とさなあかんのかな、うん、でも俺は基本的に高いでって言われたことがない。うん、そこが俺のもう自信というか自負やな、これは、うん、もうあの辻さん高すぎますよって言われたことなんか一切ない、うんうん、安すぎますしか言われない。でも安すぎますって言われる自分を作ってるしそのサービスを作ってる自信はある、うんうん、そういう感じです。はい、はい、だからねこの23さんもめちゃめちゃすごいいい悩みしてると思うんで、うん、ここはでもしっかりとこの価格っていうのを決めていかないと、うんうん、あのうまくいかないなる時はね、最初は初動がバーンっていったとしてもリピーターにならないと思うので、そこをしっかり、ね、見つめ直してやっていただけたらなと思います。はい、はい、以上です。ありがとうございました。これを分かってない人たちは今後必ず時代は大きく変わってるんで勝てない。